皆さんこんにちは。北海道ヒグマチャンネルのてっちゃんです。痕跡をちょっと紹介したいと思います。ここに足を乗っけて、こちらに爪をかけてましたけど、これが爪跡ですね。ちょっと体重かけただけでこんだけ傷がつくんですから、本当に恐ろしいですね。この辺も爪痕だらけです。ここも爪痕が残ってますね。一応ここに2メートルの印がついてます。こちらの方にもちょっと立ち上がってました。こんな感じです。ここも2メートルの印がついてます。ここが2メートルの印ですけど、ここよりも2、30センチ、20センチぐらいですかね、上のところに頭がつきましたね。でかいですね。会いたくないですけど、多分その辺にいるかもしれない。昨日ですよ。で、ここに映ったのは昨日の夕方6時でしたっけ？夕方ですね、昨日ね。もしかしたらその辺で僕のこと見てるかもしれません。この木は本当爪痕だらけですね。去年この辺子熊が登った爪痕だと思います、この辺のやつは。上の方まで爪痕がついてます。でかいね。僕がなんか、去年首吊りするような感じで、このつるに首を巻いてるヒグマもいました。またこの木は、今年もたくさんヒグマが映るんじゃないかなと思います。すごく楽しみですね。そこにも足跡があります。この枝にもなんか結構、捕まるような感じで映ってるヒグマがいましたね。すごいです。これは本当に昨日つけた爪痕です、これは。こちらもそうですね。本当に生々しい新しい爪痕です。今年はなんかこんな感じで、ヒグマだけじゃなくて、その後のなんか現場検証動画みたいなのも、アップしていけたらなぁと思っています。それでは皆さんまた次回をお楽しみに。